屋とオーナーの木梨さとみさんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しぶりですね、さとみさん。そうですね、はい、結構久しぶりかもしれないですね。はい、今回ね、このピュアットさんなんですが、リニューアルオープンということなんですが、はい、そんなに大げさなものではないんですけれども、前回ちょっとピュアットを卒業するってことで放送したんですけども、まあ、ちょっとコロナのこととかいろんなことで なかなかその手続きがうまくいかなくて、名前変更することとか、あとどうしてもそのピュアットさんって呼ばれちゃうんで、で今ちょっと町おこしのこととかもやってるんでね、まあ、ちょっと今ここでちょっとバタバタもできなくなっちゃったんで、まあひらがなでピュアットっていう形を変えさせていただいて、ちょっと柔らかい、はい、可愛らしい雰囲気。そうなんです。であとは、ちょっと町おこしがとにかくちょっと大変になっちゃってるんで、ここをカフェって感じで、こう相席の感じなんですけれどもね、はい、でもここで皆さんとコミュニケーション取りながら、まあ、お客さんと話をしながらね、お店はこんな風にしていこうかなって、今そんな状態なんですよね。そうなんですね、はい、カフェになるということですよね、はいすはい、今までですね、うん、猫ちゃんがいて、ね、猫カフェという形だったんですが、はい、今回どういう形になるんですか。はい、それもね、ちょっと猫カフェってことはちょっと動物取扱業ってことがあって、はい、まあ、その形でやらせてもらってたんですけど、コロナの時にちょっと半分ぐらい譲渡しちゃって、でやっぱりその猫カフェって形でやっていくのにちょっとしんどいっていうか、いろんな規制がかかってきちゃったんで、ただ猫ちゃんは半分譲渡したんですけど、やっぱり半分まだ飼い猫としているんですよね、はい、でもうお店にくっこう慣れちゃってるんで、一応その飼い猫が、まあ、ちょっとカフェの中にいますよっていう感じで、一応分けてるんですけどね、はい、こちらの方に猫ちゃんが来れないには分けてはいるんですけれども、一応お店の中に猫ちゃんが、まあ、ちょろちょろっと遊び歩いてます、はい、そうなんですね、はい、幸せな空間ではあるんですが、はい、猫カフェではなく、さとみさんが飼っている猫ちゃんがいるよっていうところですね。そうですね、まあ、看板猫とか招き猫とか、とにかく猫ちゃんっていうのは癒してくれるんで、はい、だからこうなんていうのかな、こうガラス越しに見ていただいてもいいし、大丈夫な人はもちろんそちらの方でもお茶とか飲めるんでね、猫ちゃんが大丈夫な人はね、そちらの方で、はい、まあ、お茶を飲んでいただくかなって。ただ猫ちゃん寝てるんでね、ずっと、ね、来るか来ないかはちょっと保証はできません。そうですね、はい、ほぼほぼ寝てますけどね。そうなんです、はい、はい。そしてカフェということなんですが、はい、先ほどもおっしゃってましたが、相席になるよということ。そうですね、なんか昔はそういうお店も多かったと思うんです、知ってる人が来たみたいな感じ。最初はちょっと抵抗あるかもしれないんですけど、はい、まあ、私と一緒に、まあ、町おこしの話をしたり、はい、またちょっとこう署名なんかもね、ちょっとまだ活動してるんで、はい、お願いできたら嬉しいですね、はい、そうですね、知らない方たちが相席をして、うん、この伊東市をどうやって良くしていこうかとか、そうなんです、町おこしについてもお話できるっていうことですね、はい、このカフェなんですが、うん、今まあお飲み物程度ということなんですが、はい、これから先にやってみたいことみたいなのありますか。一応ドリンクとね、軽いランチは考えてるんですけど、ちょっとその、まあ、何回も言うとしつこいんですけど、町おこしのことであちこちいろんなところに飛び回ってるんで、はい、いない時間とかもあるんですよね。で一応ランチも用意しといたんですけど、ちょっと冷蔵庫が壊れちゃって全部ダメになっちゃって、はい、で今もう一回ちょっとじゃあもっとこう縮小してね、簡単なものを何かやろうかなって、それもお客さんとお話ししながらね、はい、決めてってもいいかなと思ってます。そうですね。そしてお時間なんですが、はい、今またねこういったコロナの状況もありますので、うん、時間の規制を少しさせていただくということですよね。一応まあコロナのこともあるし、やっぱりちょっと不安、お互いに不安でね、はい、マスクしたりこういうことをやってもお互いに不安なんで、まあ、1時間ぐらいでね、はい、申し訳ないんですけど、もう収束したらもう別に構わないんですけど、今はまあ1時間ぐらいで切り替えさせていただいたら助かるなと思ってます。はい、はい、では最後になりますが、はい、ご覧の皆さんに一言お願いします。はい、CV を見てる皆さん、もう、まあ、かれこれでもう本当にコロナのことで大変だと思うんですけれども、まあ、お互いに気をつけながらね、ここでコミュニケーションを取ってお茶を飲んで、まあ、今後の伊東市のこととか話できたらすごくいいなと思ってます。ぜひお立ち寄りください。お待ちしております。ありがとうございました。新しくなったピュアットさんのカフェ、4月6日オープンです。ピュアットオーナーの木梨さとみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。